はい皆さんこんにちは今回の授業は数学的機能法という証明について学習をしていきますまず数学的機能法っていうのはどういう証明方法なのか軽く説明していきます数学的機能法括弧1と書いてあります数学的機能法っていうのはどういうものに対して使う証明方法なのかそこが一番重要なんですそれはですね すべての自然数 N について成り立つ数式がありますえー、すべての自然数 N について成り立つ数式があるわけですけどもそれははっきり書けないので T 括弧 N というふうに表していましたすべての自然数 N について成り立つ数式 TN を証明するには数学的帰納法という証明法を使うんですここが大事なんですすべての自然数 N で成り立つことを示さなくてはいけないんです すべての自然数 n で成り立つことを示さなくちゃいけないわけ。そうするとね、特殊な証明方法をやるわけなんです。その特殊な証明方法が数学的帰納法と呼ばれるものなんです。どういうふうな手順を踏んでいくのか、軽く説明しますね。まずね、証明すべき式 t t 関数 n があります。まずね、n が1だったとき、n が1だったとき、t 関数 n の n が1のときね、t 関数 n のこの n が1のとき 成り立つことをね確認するの N イコール1のとき間違いなくこの式が成り立つかどうかを確認しますそしてその次これが第二段階ね N イコール K のとき N イコール K のときここの T カッコ N の N が K になったときなんです T カッコ N のこの N が K になったとき T カッコ K が成り立つことを仮定するんですここ大事なんだよこれ決まり言葉決まり文句決まり言葉ね えー、n イコール k のとき、これこれが成り立つことを仮定しちゃうわけ。そして一番のメインはこの丸三なんです。仮定した t 括弧 k ね、仮定した t 括弧 k を元にして n イコール k 足す1のときの式 t 括弧 k 足す1が成り立つことを証明するんです。実質的な証明はこの丸三になります。tk をベースにして n t 括弧 k 足す1が成り立つことを証明するわけです。 この3つのことを押さえていくと最初に書いてある、えー、この t 括弧、N、が全ての自然数 N について成り立つことが言えるんですでもよく分かりませんよねそうなんです。ではまず例題から始めていきましょう。はい、では例題を考えていきましょう。 まずね今回例題というのは具体的に証明しなさいというわけではないんです、えー、機能法というのはどういうところをしっかりと抑えてい,、えー、いかなくてはいけないのかそれを話をしていきますまず問題文確認しましょう次の図はある式星印ねある式、えー、次の図はある式星印を数学的機能法で示す手順を表したものであるこの星印というのはね も与えられた問題問題によって等式であったり文章が少し入ったものであったり不等式であったりするわけです。どんなものが出てくるかわかんないからある式星印という表現を使ってます。はい。えー、では問題文全体はどうなってるかもう一回読み上げます。次の図はある式星印を数学的機能法で示す手順を表したものである。 カッコのあ、カッコのいに当てはまる文章を答えようなんです。まずね、数学的機能法っていうのはどういう作業をやるのか、それがしっかり分かってないといけないです。まず最初に書いてあることは、N イコール1で星印が成り立つことを確認する。それはね、星印の式に N イコール1を代入して、間違いなく成り立つことを確認するという単純な作業になるんです。そして、その次の作業は何になるか、それを聞いているのがカッコのあなんです。あはね、さあ、 オープニングのところのポイントはなんて書いてあったでしょう仮定という言葉が使ってあったんです N イコール K で仮定することなんですそうするとあのところの空所はこうなりますあ,、えー、あのところは N イコール K のとき星印が成り立つことを仮定なんです 2つ目の作業はこれなんですね機能法の2番目の作業 N イコール K の時星印が成り立つと仮定するわけですそしてその仮定が終わったら次の E は何をやるかっていうことなんです仮定が終わったらね次のカッコの E は何をやるかそれはオープニングのところでも言いましたように N イコール 仮定をもとに N イコール K たす1のとき星が成り立つことを示すんです 仮定をもとに n イコール k たつ一のとき星が成り立つことを証明するわけです。そうするとこの n イコール一での確認、あでの仮定、そしていでの証明を行うと、すべての自然数 n で星が成り立つことが証明できるんです。まずやる作業は三つということを確認してください。n いいですか。やる作業は三つですよ。n イコール一で成り立つことの確認、n イコール k で成り立つことを仮定、そしてここが一番大変なんだけども。 n=k+1 イコール、K、1の時仮定をベースにして N イコール、K、1の時星が成り立つことをを証明する仮定をベースにしてねこれが「あと」「い」に当てはまる用語です文章ですでもねこんなこと書かれたってうーんまだまだイメージが高まりませんよねではね機能法っていうのはどういうふうなものかもっとイメージを高めていくことにしましょう。一旦ここでカメラを切ってねイメージを高めるための図式を出していきます。 はいではね例題の問題文をもう1回ここに出しておきましたけども、えー、機能法でやる作業は3つでした N イコール1で成り立つことを確認するそしてその次 N イコール K で成り立つことを仮定する仮定をベースにして N イコール K たす1で成り立つことを証明するこの3つの作業をやるわけですそうするとここに書いてありますように全ての自然数 N で星が成り立つことを証明ができたわけですなぜねこの3つの作業をやると すべ、えー、ての自然数 n で成り立つことが言えるのかそれのイメージを高めるための図をはい出してくださいはい出てきました今ねここに数直線みたいなのがあって四角が出来上がってますこれを用いて機能法の考え方を説明していきます、はい、ではまず最初に何をやるのかな出てきましたねそうここです。N イコールでで成りり立つここととををしっかりと確認ねこれを始めるわけですははい次のステップは はい、ここですね。N イコール K で仮定するわけです。これはお決まりの作業です。仮定仮定すると書けばいいんです。はい、そして次にやるのは、ここが一番大事なんです。ここがある意味での証明文なんです。N イコール K の時の仮定をベースにして、N イコール K たす1のとき、成り立つことを示す。ここが証明の一番大事なところです。そして1個、2個、3個、3つの作業が終わるとどういうことになるか。はい、そう、これで実 実際の証明は終わりなんですこの三つの作業をやるとすべての自然数 N で星が成り立つことの証明が終わるんです終了するんですはい、なんでこれで終わりになるんでしょうここよく聞いておいてね N イコール K で成り立つとすると N イコール K たす1で成り立つことが分かったこういう意味なんですここで成り立てば次で成り立つことが証明できたんですここで成り立てば次で成り立つことが証明できたんですそうするとそうすると ここで成り立ってますよねここで成り立ってますよねどういうことが起こるかはい出してください次から次に成り立っていくことが分かるわけですその結果全ての自然数 n で星が成り立つことが証明できたわけです、はい、これが、ね、数学的機能法の証明のイメージ図ですでは実際の練習問題に入っていきましょう はい練習問題が出てきましたね練習問題はねすべての自然数 n に対してこの等式が成り立つことを数学的帰納法で示すですまあね君ら、えー、生徒諸君は、えー、1から n までの和自然数の和 これは、えー、等差数列の和として計算すれば2分の n N たす1になるのは知ってるわけで、ね、そしてこれはシグマー k の公式でもありますよねそれを数学的機能法で示しなさいと言ってるんですではこの問題を使って数学的機能法の手順をゆっくりと説明していきます。n=1 イコール1の時左辺はいくつになるんでしょう n が1なんです。ここの n が1なんです。1しかない状態なんです。これは今和の形で書いてありますけども、n が1だと11個だけの式なんです。n イコール1のとき、左辺は1なんです。左辺は1ね。そして一文字分は開けます。一文字分は開けるよ。n が1のとき、右辺はいくつでしょう。n が1のとき。2分の1かける2なんですね。一文字分は開けますよ。 はい一文字分分けて書きました N イコール1のとき右辺は1分の1かける2ですよねはいちゃんと見えてますねはいこれは実際いくつですか1ですよね左辺も1ですねそうするとここがイコールが入るんです N イコール1のとき左辺は1であった右辺は2分の1かける2であったイコールで結ぶ、えー、イコールでつなげますよね N イコール1のとき成り立つことが確認できたんです N イコール1のとき成り立つことが確認できたんですいいですねではその次が、えー、言えるもの機能法の合言葉と言えるもの機能法の合言葉と言えるもの N イコール K のとき N イコール K のときこの式が成り立つことを仮定するのこの式が成り立つことを仮定するっていうのはねここの N に K を代入してあげればいいのいいですか N の箇所に K を代入してあげればいいわけ はい機能法ののつ目の作業簡単ですね n=k の時にこの n の箇所を kkk に書き換えた式これが成り立ってると仮定すればいいわけそしてこの仮定をベースにして仮定をベースにしてここが一番大変なところ仮定をベースにして n=k+1 の時成り立つことを示すわけどうやるかっていうとね 上の式に k たす1を加えるの上の式っていうのはこれ、ね、仮定した式です仮定した式に1を加えてあ、1じゃなくてすみません k たす1を加えてねいいね仮定した式上の式1たす2たす点点点たす k ね上の式に k プラス1を加えるわけ。はい、左辺に k プラス1が加えられました。右辺にも加えてあげますよ。はい、右辺にも今 k プラス1が加えられました。はい、皆さんね、ここでちょっと注意してほしいのはなぜ上の式に k プラス1を加えたかなんです。 見てください。ここの n がここの n が k たす1になった式ができてますよね。そうなんです。左辺の式が k たす1になるように、左辺の式がこの証明すべき式の左辺の n が k たす1になるようにこの値を加えたんです。はい、ここちょっと線引いておきますね。n が k たす証明すべき式の左辺の n が k たす1になった時の式がこれで完成した。 あとはこの右辺をガリガリガリと計算してって右辺のこの n が k たす1の時の式が現れればいいんですちょっと黒板が詰まってきたのでね一旦ここで切り替えますはいではね計算を続行していきます先ほどの黒板の最後はここで終わっていたわけです1たす2たす点点点たす k プラスカッ k たす1イコール2分の k かける k たす1プラス k たす1 ここで終了してたわけです。この赤、えー、ここの赤のチョークが引いてあるところは。証明すべき式の左辺の n がちょうどぴったりと、K。消えたす一になった時の式がやってきてるわけです。あとは、この右辺の式をガリガリガリと計算していきますね。はい、右辺の式を計算していきます。右辺の式をイコールを続けて計算していくと、どういう計算ができるでしょうか。はい、消えたす一、消えたす一、共通ですよね。そう、消えたす一で。 共通因数くくってあげればいいわけ。今二分のがついてるから二分のがついてるからね二分の k たす1でくくっていくことにします。二分の k たす1でくくっていました。そうするとここね k がいますね。この k ね。そして二分の k たす1でく,くったからここね2が出てくるわけです。 小括弧の方がいいかな。二分の k たす一でくくる。そうするとここは k が入ります。二分の k たす一でくくったってことはこの k たす一のところはプラス二にしておかないとだめだよね。こことここをかけて二が訳されて元の k たす一に戻ります。そうしますとよく見ると二分の k たす一 2分の k たす1かける k たす2はい、ここ見てくださいここに2分の k たす1かける k たす2が出てきました証明すべき式の右辺の n が証明すべき式の右辺の n が k たす1になった時の式が出てきたでしょうはい、最初の 赤線は最初の赤線は証明すべき式の左辺が、えー、証明すべき式のね左辺が、n、イコールのの時の式です今ここで赤線を引いたのは証明すべき式の右辺の n が k+1 の時の式なんです。よって n=k+1 の時も成り立つと。 赤線と赤線が等しくなったからね。そしてこれで実際に証明は終了。エンドなんです。だけでも最後に決まりジェリフを入れるの。すべての自然数、自然数 n について1プラス2プラス点点点 プラス n イコール2分の n n たす1が成り立つと。最後にね、証明すべきことからすべての自然数 n についてこの等式が成り立つと、これを決まり、えー、決まり言葉で入れてね、そして点点点証明終了と入れてください。どんなことを証明していたのか、最後に。 これを一行か二行書き加えるわけね。実際の証明はここで終了しているわけです。最後のこの決まり言葉を忘れないようにしてください。では練習問題の解説はここまでとしますよ。はい、今回は数学的帰納法という新しい証明方法を学習しました。その時にやる作業はこの丸一、丸二、丸三の三つがあるんだと。ここをね。 まず最初に抑えるようにしてくださいそして問題演習をやることによって数学的機能法の証明のコツを掴んでいきましょうえー、今回は1回目です次は数学的機能法の第2回目があります第2回目で数学,数学的機能法を完璧にマスターしましょうそれではこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした